さあ続きましては月曜恒例マンデーバレーのコーナーです。来年のパリオリンピックで悲願のメダル獲得を目指す男子日本代表ですけれども、あの4月の初回のゲストにはサウスポーエースの西田有志選手にお越しいただきましたね。はい、さあ11回目の今日、角さん。はい、昨日まで試合が行われていた名古屋から移動して、先ほどこちらのスタジオにあの日本代表の2選手が来てくださいましたね。こちらの2人に熱い話たっぷりと伺っております。フジテレビに来てくれたのは昨日まで試合をしていたこちらのビッグな2人。日本史上最高の逸材と称される日本代表のキャプテン石川祐希。9年前に大学生ながらイタリアに武者修行、常に目指してきたのが世界一のプレーヤーを目指して、昨シーズン世界最高峰のリーグセリエ A でミラノを初のベスト4に導き、その言葉に近づいています。もう一人セリエ A で腕を磨き続ける日本の攻守の要が高橋藍。プレーだけではなくルックスでもファンを虜に。バレーボールっていうものがどれだけ面白いのか、魅力を伝えられる選手っていうところを求めてやっていきたいなと思ってます。そんな2人は今年初の国際大会ネーションズリーグ、石川はチームトップの70得点、高橋はチーム2位の52得点で日本を4連勝に導いています。さあその2人にパリへの思いはもちろんオフっぽいところも聞いちゃいますね。さあそれではお呼びいたしましょう。バレーボール日本代表石川祐希選手、そして高橋藍選手です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まさに昨日試合を終えたばかりのお忙しいところ本当にありがとうございます。さあまずは石川キャプテン、はい、あの今シーズン初の国際大会ネーションズリーグ第1ラウンドで見事4戦全勝と、まあ、素晴らしい結果でしたけれども、振り返ってみていかがですか。そうですね、4戦全勝できたことは非常にチームとして大きな一歩踏み出せたなというふうに思いますし、まあ、この後フランスラウンドでいい戦いができるきっかけになったというふうに思ってます。そして高橋藍選手、あの第1次ラウンドはあのアジアのライバルイランに勝って、そしてセルビアにも勝ちましたけれども、そのあたり収穫は何でしょうか。そうですね、まあ、本当にアジアのライバルのまずはイランに勝てた ところでは、まあ、ランキングのところもそうですし、本当に日本のバレーボールのところのレベルも上がってきていると思いますし、まあ、日本が求めるべきものがこうはっきりとした試合だったんじゃないかなと思いますね。ちなみにお二人現在イタリアでプレーをなさっていますけれども、うん、あの普段石川選手連絡取り合ったりされるんですか。そうですね、頻繁にではないですけど、たまに試合終わった後とか試合も見たりするので、その時に連絡はしたりしますね。なんかでも非常にこう関係性の近いというか、なんかこういい雰囲気を感じ取っているんですけれども。そうです、会った時とかめちゃめちゃ喋りますね。どんなことを話すんですか。いやもうプライベートなことですね。何でも、まあ、日頃日本語が喋れないので、あなるほど、はい、やっぱり会って喋るともどんどん話が尽きないですね。ってことはじゃあこうバレーボールのなんかこういう時こうした方がいいよねとか、そういうプレーの内容の話とかはあんまり。どちらかというとやはりイタリアでやってる分、海外の選手の特徴であったりとか、そういうところがお互い分かる部分が多いので、やっぱそういう共感とかで、海外の選手ってこういう時こうだよねとか、やっぱ怒りやすいよねとか、そういうところとかの共感を求めることが多いですね。なるほど。あの高橋藍選手はこうイタリアに行ってこう自炊とかも多分しなきゃなんだと思うんですけど、はい、そのあたり石川選手にアドバイスとかは何か聞きました。アドバイスはまあしてないね。なんかカルボナーラ僕作れますよって言ったら、はい、なんかマウント取ってきました。俺の方がうまいよとか。いやマウント取ってない、負けず嫌いなんです。あなるほど、はい、食べたことはないですか。ないです。あ僕の方が多分美味しいです。ここで戦いが。あと2人は対戦もあったと思うんですけど、藍選手から見て石川選手のプレーはどう映りました。そうですね、本当にいざ対戦してみると、まあ、あのいつも代表では同じチームでやるので、やっぱり石川選手の、迫力であったりとかこうスピード感ってところをこう間近に体験したときに、やっぱりすごい速いな、あのスパイクも重いなって感じましたし、まあ、さらに石川選手のすごさってところは気づきましたね。石川選手から見てはどうですか。はい、まあ、彼は非常にディフェンスを
得意としているので、やっぱり彼のディフェンスはやっぱりイタリアセリアの中でもトップレベルですし、まあ、なかなか崩すのは難しいなというふうには思いました。そして昨日までありました、まずネーションズリーグの1次ラウンドについて伺いたいと思います。石川選手、日本らしさ、はい、日本が目指すバレーができたという話でしたけれども、はい、どんなところに出たんでしょうか。まあ、この4戦通して、まあ、出た選手がしっかり活躍して、誰か1人の力ではなくてチーム出た選手がしっかりと活躍したというところが、日本らしさが出たシーンだったというふうに思います。特に昨日 あのフランス戦の宮浦選手、あのあたりはどうですか。はい、もう彼は、ポーランドで1年1人で戦ってきた成果を、まあ、昨日の試合で発揮したと思いますし、はい、まあ、いうふうに、控えに、頼もしい選手がいるとやっぱりこれから日本もどんどん強くなっていけるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。さあ、この後は高橋藍選手がピックアップしたシーンを伺ってまいります。いい汗、夢中の汗、思いっきり洗い流そう。すっきり幸せ、メリット。パパパパ、ちょーちょーいパパ、世界の誰より強いんだ。ああ、頑張ってきてよかった。日本食券ステーキソース、日本食券。体重生命なら安心を。ケッツ。入院は費用がかさむかも。金ケッツ。だから一時金で安心を。ゲッツ。入院1日目から一時金を受け取れる医療一時金サポート。ゲッツ。体重生命。朝目が覚めるとタイだった。あれ、なんか馴染んでる。なんか歌えるし。また仕事手伝おうか。マイペンライフ。なんか余裕じゃん。クボタ。出た、クボタ。クボタは世界の農業と豊かな生活を技術で支えています。続く。さあ、それでは第1ラウンド印象に残っているシーン、高橋藍選手は何でしょうか。そうですね、まあ、日本のディフェンス力というところから自分自身はコート外でキックしてボールを取ったというところが、はい、まあ、自分自身は印象として残ってますね。やっぱり諦めないというところで、はい、やっぱりこう1点を無駄にしないというか、まあ、その1点もしっかり得点につなげるチャンスを作るというところで、ボールを取りに行くという姿勢がまずは日本らしいのかなというところもありますし、まあ、あとはやはりまあお客さんの前でバレーボールしているところもあって、まあ、正直手でいけたかなと思うんですけど、まあ、でもそこもこうなんですかね、パフォーマンスというか、まあ、箸を使ってお客さんもこう盛り上げてというところで、まあ、バレーボールの楽しさというところも出せたんじゃないかなと思ってますね。石川選手は1点への執着心というのを話されてましたけれども、はい、そんなプレーだったんじゃないでしょうか。そうですね。何笑ってあれどうでした、ね。まあ、そういった、執着心は大事だというふうに思いますし、はい、まあ、彼も、自分で手でいけたというふうに言ってたので、はいはい、まあ、足で蹴ってあげたときは見せたなと思いました。そして誰が出ても強いという話がありましたけれども、高橋選手、今若い選手もね、最年少の甲斐選手出てきてますけれども。そうですね、まあ、自分自身も最年少として、まあ、日本代表で入ってたので、まあ、甲斐選手の今の気持ちであったりとか、まあ、重なる部分がすごく多くて、積極的に自分自身もコミュニケーションを取るようにしてるんですけど、はい、まあ、本当に彼の最年少って思わせないぐらいの、まあ、メンタルの強さであったりとか、ここ1点のところでしっかりとこう力を出せるというところは本当に甲斐選手のすごさ、まあ、あとは本当に2メートルって身長があるので、やっぱり今までにこう合わせる中でもなかなかいなかった身長の高さになってくるので、まあ、すごく自分自身も刺激を受けているというか、まあ、期待できる選手なのかなというのは感じています。後輩が入ってきて、なんか聞いたところに高橋藍相談室聞いたんですけど、はい、そのあたりの運営状態はどうですか。そうなんですね、まあ、5時に閉まっちゃうんで定時で終わっちゃうんで一度も参加されないんですけど、まだない、甲斐選手から、はい、なんか来ないんですけど、今後でもどんどん。そうですね、開いていきたいんですけど、本人はちょっともうオンラインでやってくれとか、ちょっと、はい、そういう感じになってきてるので、まあ、またちょっと、はい、いい環境を考えないとなと思ってます。頼もしい後輩がね、石川さん出てきてますね、はい、うん、そうですね。ちょっと苦笑いな気もしますけれども
さあ、そして今後の日本代表の日程ですけれども、はい、この後フランスに移動して第二次ラウンドに挑むわけですけれども、はい、ね、さあそしてね、その後にはもういよいよパリオリンピック予選も待ち受けていますけれども、まあ、対戦スケジュールも発表されました。こちら高橋選手いかがですか？そうですね、最後3戦のセルビア、スロベニア、アメリカってところでまた3戦続くので、やっぱりそこに向けてもまずは1戦1戦しっかりと勝っていかないといけないですし、その3戦しっかり出し切れるってところでも、その OQT に向けてしっかりと自分たちこの VNL も含めてチームを作っていかないといけないなとは感じてますね。そして石川キャプテンから見て、はい、今後大事なこと何でしょうか？まあ、先ほどと重なるんですけど、チーム全員の力で、勝つことが重要になってくると思いますし、日程もなかなか厳しいというかタフな試合ばかりになるので、まあ、必ず全員の力が必要になりますし、誰が出ても変わらないバレーを、やっていくことが、パリオリンピックの予選勝ち抜くために必要なことだと思います。はい、本当に今日は貴重なお時間お二人がありがとうございました。ありがとうございました。